総務省の家計調査で一世帯当たりの緑茶の年間支出額について、静岡市が五年連続で首位となりました。総務省の家計調査によると、去年一世帯当たりの緑茶の年間支出額は静岡市が八千四百五十九円で、二位の鹿児島市に二千八百四十八円の大差をつけ全国一位となりました。 静岡市はは2017年年には3位位ででししたが、その後5年連続で首位を維持しています。市農業政策課はとても喜ばしいこと、これまでやってきた事業を地道に続けて地産地消を目指して静岡市のお茶を買っていただくように PR を続け1位をキープしたいとしています。